海と日本プロジェクト in 徳島。今日はステイホームが続いた方に自宅でできる簡単なストレッチを教えてもらいます。訪れたのはゴルフ&フィットネスワンポイント沖の浜店。教えていただいたのはインストラクターの小鉄さんです。デスクワークや車の運転や長時間同じ姿勢の多い方、そして肩や首周りが硬くなってしまったご年配の方にぴったりのストレッチです。もちろん海にちなんだストレッチ体操を行います。それでは森本さん、いきますよ。まずはワカメの収穫祭です。足は肩幅に広げます。そしてワカメをたくさんすくうように手を組んでいきます。背中を丸めて肘を突っ張り、背中の伸びを感じたら手をひっくり返し伸びをします。そのまま体を左右に倒し、体の側面、体側を伸ばします。ポイントはですね、なるべく遠くを通るように筋肉を伸ばしたいので、しっかりと手を伸ばすときも抱えるときも遠くを通って伸ばしていくと、より筋肉が伸びていきます。次はマンタの舞です。では足は肩幅ぐらいに開いて、手を肩の高さに上げていきます。そして8の字を描くように、手のひらを向きを変えながら真横で8の字を描いていきます。背中を丸めて、胸を張って、背骨を動かすように手の動きに体を合わせていきましょう。水族館の人気者マンタをイメージして大きく動かしてください。小鉄さんによりますと、肩関節をたくさん動かすので肩こり予防改善につながるそうです。普段使わない筋やあと関節がしっかりと動いて体がポカポカしてきました。ステイホーム期間が長く続いたので、体がなまってきたなと感じた方はぜひ実践してみてください。海と日本、今日も見てくださりありがとうございます。 Facebook、Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。